吉川9は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。静岡県富士宮市出身。父親は後に、静岡県議会議員となる、吉川雄二で、次男として生まれた。2008年3月、大東文化大学法学部卒業。2016年3月、日本大学大学院国際関係研究科国際。 関係研究専攻博士前期課程終了。宮沢洋一衆議院議員や岩井茂木、参議院議員の秘書を務める。2012年12月、第46回衆議院議員総選挙に、静岡国から立候補。小選挙区では、民主党政調会長の細野武氏に敗れたが、比例党会ブロックで復活し初当選した。2014年12月、 第47回衆議院議員総選挙で再び、細野武氏に敗れ、比例党会ブロックでも復活ならず落選した。2017年10月、第48回衆議院議員総選挙で、希望の投稿人の細野に3度敗れ、比例党会ブロックでも復活ならず落選した。その後、2019年1月27日に、大見忠氏が、 安城市長選挙に立候補したことに伴い議員を失職し、青山周平が2月5日付で繰り上げ当選。2月6日、田畑武氏が準強制成功容疑で刑事告訴され自民党を離党した後3月1日に議員辞職。これに伴い、同月12日に行われた選挙会で吉川の繰り上げ当選が決定し、翌13日に告示された。 2021年10月の人気満了を控え、静岡5区では、吉川と細野が自民党の公認争いを繰り広げている。ありがとうございます。